はい、どうも。今日はお供が梅ちゃんだけです。お兄ちゃんは？お兄ちゃんは今お風呂に入ってるそうです。今からですね、昨日謎谷さんが YouTube でやってました山田錦の里に行きたいと思います。こちらから34キロですね。梅ちゃん行きましょう。90% を超えたという、もう一回遊び行ったことがあって、はい、というわけで今日も中国道を走ってましたら、なんかも最近周回になりまして、赤松のサービスエリアでコロッケ買うことにします。梅ちゃんちょっと待っておいてね。はい、コロッケ買ってきました。梅ちゃんも車から出てきました。暑いですね。いい天気ですけど暑いです。だから梅ちゃんは日陰で散歩してます。コロッケは玉ねぎ入ってるから梅ちゃんにはあげれません。はい、車は与川インターで出ます。与川幹って書いてますけど、およそ600メートル、ここで降りてもうあと 2.7 キロで着くそうです。近いですね。高速降りたらすぐだそうです。梅ちゃんはさっきサービスエリアでちょこっと散歩しました。日陰だけどね。与川インターチェンジの出口を出ます。はい、与川インターです。昔はゴルフでね、よく来ましたね、この辺りは。はい、出ます。出口です。は西日本一ゴルフ場多いそうで、25個もこの辺りにあるそうです。はい、山田錦の里着きましたけど、すごい車です。はい、車はすごい止めらせてもらいました。はい、ここは山田錦の里です。どっから入るね、ずっと向こうまで行かんとあかんのかな。ちょっとそれが不便です。この辺りにね、あ、ここに、ここへ行けますね。ここ開けてくれてます。はい、ここは山田錦の里です。はい、ここは与方温泉でお風呂になっているんですかな。はい、ぶどうスイカ直販行ってみたいと思います。ブドウ全くないです。あちゃん、ブドウ大福です。山田錦がいっぱいあります。で、実はね、ここブドウが到着するそうですけど、何時に到着するかわからないそうです。はい、山田錦です。種類があるそうなんですけど、はい、こんだけ買いました。はい、残念ながらブドウはもう全然なくてですね、昨日謎谷さんやってありましたけど、近くの、なんかブドウ売ってるとこあるみたいで、そっちの方行ってみたいと思います。言われるように8時半ぐらいに行って、9時前ぐらいに行くとかんともブドウ全くないようです。
まあ今日は特に土曜日ですからね、平日だったらもうちょっとあるかもしれません。ああ、それにしても暑いですね。はい、暑い中キャンピングさん、母さんは1台止まってます。よいしょよいしょよいしょ。姉ちゃんはどうしてるんでしょうか。次にお土産で和牛の切り落とし買ってきてましたね。はい、梅ちゃん今からこれ食べます。ペロペロ、おいしいなピフ、おいしいな。あとは冷蔵庫。はい、ここではね、ブドウが一つもなかったし、そして、到着時間もわかんないし、なんか量もわかんないので、ここのね、信号をね、ちょっと右行ったところに、いわゆるあのよくありますよね、旗立ってブドウありますとかで売ってる、そういうお店があるそうなので、そこへ行ってみたいと思います。待って、分からない、あっちの向こうだと思います。はい、改めて国道へ出てまいりましたけど、ここのね、どっかにね、ブドウとかがあるみたいなんですけど、旗はどこかな、山田錦の旗ばっかりで、大関って書いてます。ブドウの旗は、ブドウの旗はありませんか。いやね、姉ちゃん、ミキはね、なんか山のこの高い斜面がブドウが取れるそうです。名谷さんがよくありました、ね、ブドウブドウブドウはいけませんか。ブドウの旗があったので寄ってみました。こんなねあったらよかったけどね、今在庫はないんですよ。これにしようかな。すいません、ごめんなさい。1600円。はい、これ買わせていただきます。ありがとうございます。はい、どうも。というわけで、無事にブドウも買いました。ビオーネ。で、帰りはですね、一般道で帰りたいと思います。ここは、三木三田線。です。今からですね、まあ、ちょうど1時間あったら帰れますから、到着時間は2時17分前後です。梅ちゃん、梅ちゃんどうですか。ここでワンちゃんはですね、ブドウは食べてはいけませんらしいです。今日は梅ちゃん一人ですから、帰りにここに連れてきました。フルーツフラワーパーク、道の駅にもなってます。見た、
暑いね、暑いね。で、そうそう、暑い。ほら。お、メガネかっこいいわ。ほら。くらえた。はい、どうも。はい、たけちゃんです。なんでたけちゃんがいてるかというと、実は一旦自宅に帰ったんですけど、あれ？おかしいな。電話がないということに気づいて、そしてまた探しにフルーツフラワーパークまで帰ってきました。あ、疲れたな、たけちゃん。たけちゃん疲れたけど、お父さん疲れた、もうクタクタです。はあはあ。